公益社団法人日本広告審査機構は日本の公益社団法人である。内閣府及び経済産業省の許可を受けた社団法人で広告主、媒体、広告業、広告制作業など広告に関連のある企業を主体とする会員によって構成される。略称の JARO の語呂をもじったテレビ CM でよく知られている。主業務として 広告に対する苦情や疑問点、分かりにくい、紛らわしい、誤解を招くなど、主に広告活動を規制する、景品表示法や、医薬品、医療機器等法などに定触する、可能性がある場合を受け付け、審査を行っており、2014年度で5110件が受け付けられ、うち苦情が3028件あった。それらの内容をもとに、広告主に改善を求める。ただ、 あくまでも自主的な審査機関であり、景品表示法を所管する消費者庁や消費者庁の発足まで、景品表示法を所管していた厚生取引委員会、医薬品医療機器等法を所管する厚生労働省などの行政機関のような法的措置は取れないため、制作者に注意を発するに止まる。審査を取り扱っていない広告も何パターンかある。政治。 宗教関連の広告、意見広告は日本国憲法の言論の自由で保障されているため、またギャンブルの予想や占いに関するものは非科学的であるため扱っていない。このほか裁判中の広告や取引、契約内容に関するもの、効能、効果等の測定、検証を要するものも対象外としている。事務局は東京、大阪の2カ所に所在する。 かつては、札幌と名古屋にもその地域専用の受付電話窓口があったが、現在は、札幌事務局は2016年3月末、名古屋事務局は2017年5月末をもって廃止されている。なお、取引、契約内容に関するものや、効能、効果等の測定、検証を要するものなど、JRO での審査対象外の広告もある、ことから、 消費者側からの相談については、消費生活センターなどの行政機関に相談した方が好ましい場合もある。理事長は山内豊彦。JARO の告知 CM は、AC ジャパン、放送倫理、番組向上機構同様、CM のスポンサー企業が広告を自粛した際や、CM 枠が余った際に代わりに放送されることが、多く、震災、天皇崩御。 テロの際や深夜、早朝で頻繁に CM を目にすることがある。また、JRO のホームページからも現在放送中の15秒版と30秒版のテレビ CM 動画の視聴と、20秒版と40秒版のラジオ CM の聴取、さらに現在掲載中の新聞、雑誌、バナー広告も閲覧することができる。AC ジャパンや BPO の CM は NHK でも、 放送されることがあるが、JRO の CM は NHK において民間の広告放送を一切行っていないため放送されていない。また、コミュニティ放送でもほとんどのぼねでは放送されていない。広告ダメダメ3匹と呼ばれる3匹の着ぐるみがコミカルに踊る内容のアニメ CM。なおとう機構のサイトがリニューアルしたことに伴い、JRO のキャラクターとして、 当機構のサイトや新聞広告、ポスターでもこの3匹が登場する。2017年6月から2021年5月まではアニメ CM であったが、2021年6月以降はクレイアニメを使った新作に更新された。音楽、樋口太陽、3匹の声、小田久し、前野智明、西村智道、ナレーション、相田さやか、 コマドリアニメーション総監修、伊藤祐一以前の CM には他にも、カバや、オットセイなどといった動物が登場していたものも、存在したほか、白雪姫などの人形劇 CM も存在し、ユニークな CM では、ぶつぶつ言わないで、の文言にもじって小さい仏像が登場したものや、オルゴールを回して、電話番号を読み上げた曲が流れ、ネジを急いで、多く回すと早口で曲が流れるというものも、 存在した。日本広告審査機構、広告ホーム Q&A 宣伝会議、2014年、水野豊編著広告表現倫理と実務宣伝会議、2009年。ありがとうございます。